兄上。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い。勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と千尋はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか。どうかしたって、周りどこも敵でいっぱい。なのにそんな涼しい顔して。雪村様、まるで綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だから、死なないで。